ふせゆきチャンネル。皆さんこんにちは、ふせゆきチャンネルのふせとゆきです。お願いします。今回はアキネータークイズ、イエーイ。アキネーターに挑戦して勝てるかどうかですね、うん、頑張りましょう。頑張りましょう。アキネーターってご存知ですか？有名だよね。でも有名を結構やったことある人も多そう。あーね、一昔前に一回流行ってそうね、今もう一回流行ってないか私あの中で流行ってる。そうだね。アキネーターっていうのはあの魔法のランプの魔人みたいな、ジーニーみたいな見た目してる青い人で、自分が思い浮かんだやつをに対して質問してくれるんだよね。で、はい、はい、いいえ、多分そう、多分違う、分かりません、5択で答えたら知らぬ間にもその人が分かっちゃうよっていうやつなんだよね。アキネーターが当てた質問数と自分たちが当てた質問数っていうのの差の数っていうので勝負をします。アキネーターが10問で当ててて、自分たちが12問で当てたらプラス2が少ない方が勝ち、うん、ですね。ですね。で、まあ多分アキネーターよりも近いからね、距離が。そう、お互いのことを絞って質問ができるから、うん、早く当たるんじゃないかっていう検証も兼ねてますね。そうですね、やってみましょう。やってみましょう。じゃあ私が思い浮かべるやつを、うん、じゃあふせちゃんが当てるっていうのでやります、うん、私が思い浮かべたやつを先に今アキネーターにやったら質問14回で答えたので、ふせちゃんは13回以内で答えたらアキネーターに勝つって感じです。なるほど。よし、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。じゃあ、はい、早速ですね、一つ目の質問、それは人間ですか？はい。お、人間で実在しますか？いいえ。フィクションの人間。それは男性ですか？はい。それは物語の主人公ですか？いいえ、うん、うまいね、質問主人公ではない。順調に絞ってるよ。それは子供ですか？はい。子供で主人公じゃない人間の男。ケータのポーズね。やるね。全然わからん。細かい。とぼけやめて。伝わんなかった。ね。細かすぎて伝わらない。なぁ。なんだろうなぁ。詰まっちゃったわ、質問。実写作品ですか？部分的にそう。なるほど。アニメだけど実写化もしてるような感じかな。それは漫画作品ですか？はい。お、大事だよね、あの、そう、メディアっていうかね、特定するのは大事だよね。漫画で実写化もしてそう、子供。頭に浮かんでるの源太くんなんだよな。その人は少年探偵団に入ってますか？いいえ。8回、あと5回。あと5回だね。なんか実写化してないな、知らんけど。してないかな、わかんないね。わかんないね。確かに、微妙なとこ。あ、それぐらいの前やったからか。なんだろうな。それは、その漫画のジャンルは、ジャンルわからんと思うな。むずいね。むずいよね。その人は、主人公の、その取り巻き的な位置にいるんかなみたいなね。あ、なるほどね。そうだったんだけど、それ聞いてもわからんな。その作品名は5文字以下ですか？はい。なるほど。その作品名は3文字ですか？いいえ。ダメやと思ったんや。3文字？そうだな。結構絞れてるね。そうだね、割と絞れてるし、漫画で実写もあって主人公ではない男の人間。今分かってる人いそう。頭よぎるぐらいではある、情報量的に。うん、まあ、まだ少ないよね、多分質問が。そうだよね、まだ特定はでき、特定はできないよ。思い浮かべてる人はいそう。これかなって思ってる人いそう。なるほど。あと3問ぐらいね。その作品は4文字以下ですか？いいえ。あ、じゃあ5文字だ。作品で5文字の作品でしょ。遊戯王、漫画、ゆきちゃんが知って、しまじろう。ゆきちゃんが知って、そんな漫画。ちっちゃい子やと思ってた。団子三兄弟とか違うもんな。ゆきちゃんが知って、そんな漫画。団子三兄弟って漫画なの？え、知らん。ゆきちゃんが知って、そう絞りをしてる今。その
漫画はコメディ作品ですか？はい。なるほど。コメディ、いや、部分、そう、部分的にそう。まあ一応面白い系というか、サスペンスとかミステリーではないと考えられるかもしれないですね。漫画って面白いか。あ、現在もその作品をやっていますか？はい。昔の作品じゃない。え、13だ。うん。お、14で当てて、あ、ここで当てたら、あ、そうそうそう、当てたよりも早い。え、キャラ名だよね。うん、キャラクター名。今もやってる、ミスったな。今もやってるの範囲が広いな。今も漫画が更新されてるって意味なのか、テレビとかで見ることができるって意味なのかが分かんないな。完結してるか聞いてよかったな。後悔してる。珍しい。アキネーター後悔しないから。アキネーターで後悔してるな。まあ、5文字の作品さえ思いつけば激アツだな。しまじろうと仮定しよう。しまじろうは今やってそう。しまじろう逮捕してんな。しまじろう知らないか。ゆきちゃん、しまじろう知らないか。ここに意味ついてるのに糸ではここでやっちゃってる画像が有名な。しまじろう知らないか。知ってる知ってる、その画像。あ、それ知ってる、うん、めっちゃ好きなんやなあれ。ここに何があるんだろう、ね、ここにつけてる耳ここだもんね、うん、これ面白いよな。でもさ、こうやってても結構ね。まあね、ここに糸電話やってるのも変だもんね。うん、そこを優先したんだろうね。うん、違和感がない方。可愛いけどね、でもこうやってやってんの。可愛くない？まあ、確かに。いや、でもちょっと当てずっぽいなっちゃうな。頑張って、ちょっと待って、なんだっけな。人間ですか？はい。実在しますか？うん、いいえ。あれだね、そっか、質問書いとけばね、私自分の時書こうかな。あ、メモ。あ、メモ、普通に何か人間みたいな。あ、そういうことね。そうそう。確かに思い出しながらだもんね。遊戯王しか今わからんな。遊戯王の城之内くん。ブー、うん、そうだよな。その作品は完結してますか？いいえ。無限に続いていく物語。サザエさん、その作品サザエさんですか？いいえ。あ、賢い賢い。それなんかね、ハングル質問してもダメだもん。その作品ドラえもんですか？はい。主人公じゃない、主人公はドラえもんだもんね。うわ、むず。ジャイアンなら太ってる、スネなら背がちっちゃい、のび太ならやってる、静香ちゃんならプロ入ってる。男の子だよ。あ、男の子か、うん、優しくない？優しい。一発の質問でその3つを決めたいな。まあ、出来すぎくんの可能性もあるか。今16問質問、アケネタプラス2か。あ、回答権使うのありか。あ、3問までいけるもんね。なるほどね、賢い。あ、ね、でも私が16で回答権32で答えたら私の勝ちになっちゃうよ。ああ、そういうことね。まあまあまあ、まあでも質問数の方が確かに第一優先だ、ね、第一優先だもんね。賢い、怖いよ。じゃあ、あなたが思い浮かべてるのは、はい、のび太くんです。ブー。ラスト1個回答権。え、怖くなってきたな。その人は腕っぷしが強いですか？いいえ。あれ、その人のうちはお金持ちですか？はい。スネオ。正解。やったー、嬉しい。おー、18回プラス4。プラス4。プラス4。どうですか？あ、でも、あ、結構簡単じゃない。でも確かに確かに、でも意外とそう、これぐらいでもあれなんだね、出ないんだね。確かに結構むずいね。むずいね。アキネタすごいね。すごいね。え、ずるいよね、アキネタ。うん、こう全部こうパッパッて消していくやん。こうすごい膨大な情報をさ。確かに確かに。でもアキネタってさ、更新されてんのかな。よりよくさ、よりよく早く見つけれるようになってってるのかな。どんどん機械学習的なこと、 AI みたいなこと。いや、あるかもよね。すごいよね、すごい。でも俺がプラス4で3回目の回答で答えた、うん、素晴らしい、ありがとうございます。いや、アキネタには勝てないんだな、この。確かに勝てない。夫婦という仲を持ってしても。そうだね、勝てないんだね。いや、まあ、ゆきちゃんには勝ってほしいわ。え、アキネタリベンジでお願いします。俺が開けて負けちゃったから。あ、そういうこと、いいんだ、勝負。ここの勝負はもう負けていいんだ。そう、ゆきちゃんだけでも勝ってほしい。あ、なるほどね、もう一丸となってね。そう、じゃあ次は俺が考えたのを当ててもらう番ですね、うん、はい。僕も先にアキネタでやって、うん、アキネタがあった問数は9問です。厳しい。
9問。あ、でも簡単ってことか。そう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 。なるほどね。だからこれで8問以内に当ててもらえたら、ゆきちゃんの勝ちだね。なるほどね。はい。分かった。いきます。はい、お願いします。実在しますか？いいえ。ちょっと8問しかないからさ、慎重に考えないと。それはアニメですか？はい。おお。主人公ですか？はい。アニメの主人公。漫画になっていますか？はい、多分そう。おお。アニメが主ってことね。人間ですか？いいえ。おお。5問です、これで質問。あと3つで当てれば勝ち。黄色いですか？黄色、いいえ。ピカチュウだね。絞りすぎか。アニメでさ、漫画うーんって言ってさ。あ、なるほどね。そうそうそう。あ、確かに確かに、本当だね。とで、人間じゃないんでしょ。人間。ピカチュウ主人公じゃないよ。え、あ、サトシな主人公。そうでしょ。そうなんだ。主人公やと思ってたピカチュウ。あ、サブキャラ、あいつ。サブキャラよ。そうなんだ。モブ。伸びたみたいなことね、ドラえもんの。あ、そう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 。へえ、ポケットモンスターなのにね、名前。ああ、確かにね。ポケモンが主人公じゃないんだね。違うね。人なんだ。人だね。すご。人間の醜いとこ出てる。そんなことないよ。順当だろ。何色ですかって聞きたい。せっちゃん答えれるからな。アキネーター答えれないけどさ。ああ、そうね。人じゃないもんね。人じゃなくてキャラクターでアニメになってる。漫画あるには主人公。主人公でかいよな。主人公だけでいいもんね。考えるの。そう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 。この。はい。あ、違うよ。作品は6文字以上ですか？はい。子供向けの作品ですか？はい。これで8問です。あ、それで答えなきゃダメなんか。そう。いきます。アンパンマン。はい、正解です。やった。お見事。すごい、アキネーターに勝った、ね、勝てるんだ、すごいわ。アキネーターは茶色ですかって言ったわ。あー、なるほどね。そうそうそう、考えることするね。色で攻めるんだ。すごい、嬉しい。これめっちゃ嬉しいね。これちょっとね、何かあったからね、昨日。そう、昨日2時間撮影やったからね。めっちゃ嬉しいよね。めっちゃ嬉しいね。もしかしたらその動画も上がるかもしれません。そう、今一旦ボツ動画にしてるんで。そう、もうちょっと2時間撮影したから。見てられんと思って。ボツになったね。そうだね、そうだね、10問前後だね。そうだね、アクメーターが10問前後で分かるやつじゃないとちょっと難しいんだね。そうだね、ちょうどいいね、うん、難易度として。めちゃめちゃもう簡単ですぐ分かるわってやつでやってみてください。やってみてください。意外と難しいからね。質問も難しいし。うん、あ、そうだね。そうそうそう。いや、でも面白かったな。面白い。確かに楽しいんだね。これぐらいなら楽しいんだね。なんと、やっぱそうやん、なんか受験のさ、問題とかも、もうめっちゃ難しい過去問とか出されてたら、思んないもんね。ね、テンション下がるしね。うん、簡単だね。やっぱ、算数ドリルからやってって、だから人間は。うん、そうだね。これはもうなんかずっと積み重ねていけば、いずれは。すぐ、もうポン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 してもらえるかもしれない。なるほどね。キネタの質問速度で出せたらね。そうだね、確かに、ね、すぐ2時間もかかんないね。確かに確かに、そうかも。なんでぜひ楽しいんでやってみてください。やってみてください。あ、ほんで自分の早く分かったよって聞いたら、あ、確かに、ね、あの回答がこのタイミングで分かったよみたいな、何分何秒で分かりましたみたいなのをね、うん、コメントにください、ね、楽しみだよね、うん、どこまで早くなるんだろうね。確かに確かに、ね、分かる人にはもっと分かるってことだよね。あ、ダメ出しされるか、なんでこの質問しないんだよ。でもこういう質問したらいいとかもさ、知りたくない。確かに確かに、ここでこの質問したら今後ね、アキネタ極めていく上でね、プロ目指す上で、プロ目指す上で大事かもしれない。頑張ろう。来年ぐらいにあのターバン巻いてほしい。青いターバン。出てくるな、アプリに出てくる。ね、変わってるかもしれんよね。アキネタよりも精度高い。確かに、すごい。職業アキネタになりたいもんね。いいね、楽しそうじゃない。楽しそう、すごいね。確かに、ね、確かに確かに。だってアキネーターよりも早いんだったらね。そうそう、アキネーターしなくていいもん。変わればいいよね。全然代行するんで。すごい、必要あったら呼んでください。あ、もうアキネーターを作ってる方、そう。作ってる方に届けば。そうだね。ぜひ全然やるんで。面白い、知りたいね。で、はい、今回も動画見てくれてありがとうございました。ごめん、もう一回ありがとうございました。今日も動画を見てくれてありがとうございました。アンパンマンよりバイキンマン派だよって人はグッドボタンとチャンネル登録。
ちょっと待って。どうしたっけ。あ、ドラえもんってすぐ分かったよっていう人はグッドボタンとチャンネル登録お待ちしております。バイバイ。してくれたね、うん、前回を踏まえて、うん